神宮球場にお集まりのスワローズファンの皆さん、ヒーローインタビュー高橋奎二投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日は6回95球1失点、振り返っていただけますか。はい、初回から気合い入れて投げました。今日は好調カープ打線相手ということでしたけれども、どういうところに気をつけながらピッチングやっていたんでしょうか。まあ、長打に気をつけて投げようと思ったんですけど、2回長打2本で1点取られたんで、まあ、そこから、もう1回、切り替えて、投げました。はい、そんな中で1点を失いましたけれども、直後オスナ選手のホームランどう見てましたか。頼もしかったです。はい、そしてこれもうマウンド降りた後ですけれども、先ほど9回の裏内山選手のあのプレーっていうのはどう見てました。さすがです。あれ、この1勝、高橋投手にとって久しぶりの1勝になりましたけれども、そのあたり本人にとっても非常に大きいと思いますが、そのあたりどうでしょう。いや、本当に不甲斐ないピッチングばかりしてて、本当に迷惑かけてたので、今日なんとか、粘って、6回まで投げれたので、最低限のことはできたかなというのは思います。この大きな拍手いかがですか。最高です。さあ、これでチームは7月連勝スタート、いいスタートを切ったと思います。折り返しも過ぎました。ここからのメッセージを、ファンに熱いメッセージをお願いします。はい、僕たちはまだまだ諦めてないので、僕もしっかり投げれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。まずは当のヒーロー高橋奎二投手でした。まあ、シュミ君、まあ、かっこいいじゃないですか。はい、かっこいいです、ね、スタイルいいし。めちゃくちゃいいです。スタイルはいいし、スタイルも顔もすべていい強いです。よしです。あ、はい、ネクタイを最後までキュッと締める、当たり前やん。面白くないですか。いや、使ってくださいよ、絶対に。開幕に向けての意気込みを今日は聞きに来てふんふんじゃなくて、ウィーナーたちが笑ってる、ウィーナーたちが笑ってる。ショーって高ければ高いほどくるくる前に。すいません。俺の部屋の前で全部聞こえてました。この1分20秒の会話が邪魔じゃないとこって言ってここ選んでました。